被災地の一日も早い復旧復興を目指して私たちにできる支援の形は様々です。石川そして能登を応援する応援メッセージをご紹介します。リフレッシュでも過去にお世話になりました白山一里の温泉にある岩間山荘のおかみ北村優子さんにもメッセージをいただきました。断水で水が来なくて長い時間我慢を強いられている方々たくさんいらっしゃると思います。ただいずれは雪が溶けて水となります。山と海はつながっています。一緒に歩きますと山からも温かい声が届いています。旅したがるでも去年熊料理をごちそうになったんですけれども、今回ロケで白山一里の温泉スキー場に行ったので目の前にある優子さんのお店に伺って、すごくパワフルな方で、その山の水溶けて海に行くっていうその山と海がつながってるよという、温かいメッセージいただきました。本当ですね、温かい人柄も伝わってきました。優子さんみんなのお母さんみたいな、ね、感じの方ですからね。このようにリフレッシュでは皆様からの応援メッセージとお写真を募集しています。メッセージを写したお写真だけでも構いません。画面の QR コードから石川テレビのホームページもしくは石川さんアプリのそばにいるレムコン版からお送りください。お待ちしております。さあそれではお便りの紹介に移ります。テーマが私のストレス発散法です。さあ的場さんからお願いします。はい、たっちゃんさんからいただきました。私のストレス発散方法は水中ウォーキングでしたが、地震の影響で閉鎖しています。だから行けません。今の楽しみはリフレッシュを見ることです。絶対なくならないでくださいといただきました。リフレッシュ、はい、ありがとうございます。ありがたいですね。ただね、この水中ウォーキング、能登地方でということで確かに海のレジャーであったりたくさんのレジャーありましたからね。今はちょっと行くことができなくてもまたいつかね復旧復興した時に行く、時がねちょっと待ち遠しいなということですよね、はい、素敵なお便りありがとうございました。ありがとうございます。エリさん行きましょう。はい、カピバラさんからです。ありがとうございます。私のストレス発散法は裏の林の木の伐採です。今の時期は作業してもそんなに暑くない今がチャンスと。私は65歳のおばちゃんですが木の剪定が好きで部屋から見た形状が気に入らないとバッサリ切ったりしています。チェーンソーでバリバリ切ってる時が私のストレス解消です。ちなみに切った木は薪にして使っています。すっきりした木を部屋から眺めてお茶を飲んでいるんですと。まだまだやりたい作業はいっぱいあるのですが思い通りにできたことは時は気持ちがすっきりします。お庭いじりがストレス発散っていう方う、ね、エリさんも含めて多いですね、今の時期虫もいないので本当にいいんですよね。あ、そういうことか。あれ蚊が出てくるともう本当に耐えられなくなりますから週末ちょっとお天気もいいんで、こうお庭いじりされる方も多いかもしれませんけれども、はい、ありがとうございます。素敵なお便りでした。